はい、どうも皆さん、こんにちは。マダキングです。わっしょい、シャイゴー。はい、じゃあ昨日マイプロテインから商品が届いたので、それを紹介していきたいと思います。はい、これまずプロテインシェイカーですね。これ、はい、これ3つ買いました。これこれ中なんかカラカラするやつが入ってて、カラカラしたやつ、これ混ざりやすくなるやつです。はい、そしてこれサプリを入れるやつですね。これ粒とか入れて、粉とかでもいいと思います。使えると思います。で、これがマルチビタミンですね。マルチビタミン、今まで使ってなかったんですけど、使っていこうと思います。はい、 BCAA ですね。これ、正直言うと最初の方はプロテインと BCAA もしくは EAA でいいと思うんですけど、これはこれから筋トレ始めるぞって人は飲んだ方がいいと思います。そしてこれがプロテインですね。プロテイン何キロ入ってる？5キロ入ってます。それが2個買っちゃいました。そしてこれがクレアチンです。クレアチン多分まだ使ったことないと思うんですけど、結構いいみたいなんで使っていきたいと思います。クレアチン2個買いましたね。1キロのやつが2個ですね。そしてマルドベキストリンです。しっかり筋肉つけて、大きくなりたいっていう人にはおすすめです。マルドベキストリン、ただね、ちょっとカロリーもちょっとだけ高いんで、減量の時はもしかしたら飲まなくてもいいかもしれないです。これもちょっと僕軽い減量してるんで、これはまだいいかなって思ってますね。冬の間にちょっと、冬になったら飲みたいと思います。そうそう、これマイプロテイン、今回グルタミンっていうやつをやって飲もうと思ったんですけど、ちょっと送られてこなくて、ちょっとこれ言わないといけないなと思ってますね、マイプロテインさんに。今回特にクレアチンとグルタミンを楽しみにしてたので、ちょっとグルタミン早く届いてほしいですね。ちょっと早いうちに言ってちょっと届けてもらおうと思います。で、あとそうそう、フィッシュオイル、フィッシュオイルっていうやつから、まあ魚の油なんですよ。油ってあんまり取らない方がいいって思ってる方多いと思うんですけど、良質な油って逆に取らないといけないんですよ。減量とかしてる時って、その脂質の制限っていうか、油とかあんまり取らないんで、肌荒れする人とかいるんですよ。そういう時にやっぱり油っていうのも一応必要ですから、こういう良質な油を取る分にはっていうか、取った方がいいと思います。そして今から紹介するやつ全部無料特典です。ハーフガロンハイドレーター、マイプロテイン専用の、言うたら水筒ですね。かっこよくないですか、これ。結構マイプロテインの水筒、ハードガロン、今からクッキー&クリーム味のプロテイン、これも無料です。そしてプロテインバー、プロテイン
はい、これね2つあるんですけど、これパッケージ違うだけでこれ中身は同じなんですよ。チョコレートオレンジやった。チョコレートオレンジって初めてですね。ちょっとどんな味なんですかね。チョコレートとオレンジ合うんかな。これは無料特典なんでね。そうそう、プロテイン飲むの苦手な方とかおすすめですよ。これやっぱり味も美味しいと思うんで、チョコレートオレンジは食べたことないんですけど、プロテインバーとか結構たまに食べたりするんですけど、結構最近のプロテインバー美味しいです。最近で言ったらプロテインも全然カフェモカ味とか普通のそこら辺、最近のやつとかカフェモカ味とかとかで買うやつより美味しいですもん。はい、今日買ったやつ全部マイプロテインで買ったんですけど、マイプロテインもまずコスパがいいですね。コスパそれ一番でかいと思います。やっぱり庶民的やし、多分ちょっとお金貯めたら買えると思うから、品質も全然いいと思うから、みんなも買ってみてください。コスパ一番大事ですよね。コスパ安いのに品質いいって最強っすね。はい、この動画がいいねって思った人はいいねお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。